この番組は居酒屋一木の提供でお送りします。中本直樹のなんてったって歌謡曲。ブルーのワーゲン、コンバーチブルさ、長い髪をなびかせて、アクセルを踏んで、元町ストリート駆け抜けてく風のように、パークサイドのドライブウェイ、タワーの下に星屑降り注ぎ、二人の青い影ひとつになるさ。きっと出会ったヤマテのチャペル、バイブル片手にカフェに誘ったよ。はい、2時でございます。2時といえば中本直樹のなんてったって歌謡曲のお時間です。今日もお聴きいただきましてありがとうございます。さあ今日は、収録はですねちょっと、前なんですけども、非常に、面白い、ことがたくさんあったので、今日はそれもご紹介しつつ、今日のゲストをお迎えしております。今日のゲストは、日本道路公団の、高速道路という、違う、いや速と路を取ってください。あ、速と路、高い道ですから。あ、高い道、高道、高道、はい、はい、こんにちは、こんにちは、道端です。はい、2年ぶりぐらいですかね。2年経ってないかもしれない。あ、でもそんなもんで、でもそう1年半くらいかもしれない。おめでとうございますね。どうもご無沙汰してます。お願いします。でもねツイッター見てるからさ、はいはいはい、あなたはほらあのフェイスブックやってないから、ツイッターでね配信してる、いやもうすごいよね精力的で、いろいろね仕事、そうですね。だってもう今の時代は自分でねやらないと、もう待ってる時代じゃないですよ本当に。中本さんお願いしますよ本当に。いやいやそう俺、いやみんなね、やっぱこのコロナでさ、あの時もこんなにねまだ2年ぐらい経ってまだね、収まらないと思ってなかったもんね。そろそろいいんじゃないかなってね。でもあの前回来てもらった時は、はい、真っ只中だったからね。街、ね、もちょっと閑散としましたもんね。そうそう、はい、あの時にね、あずさ2号一緒に歌わせてもらったって懐かしいですね。もうねちょっと歌いましょうよって言ったらすごい最初嫌な顔して、ちょっとでいいでしょって、なことないでしょ、ちょっとでいいでしょって言われて、ちょっとと思ってパッと歌ったら、はい、まあ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 、あ、これだったらいいかなと思ってくれたんだと思って。いや、ね、お上手ですよ。大体ねみんなほらあずさにも結構歌いたがる人多いじゃないですか。うんうん、でまあよ飲み屋さんでもね、はい、僕はハモりますからですね、うん、ハモれたやつがいないんだからこれ、ね、ちゃんとね難しいんだよ、ところどころハモるんだけど、うん、変な音を出すわけですよ、うんうん、だから俺がハモるからメロディー歌ってくれって言うわけ、うんうん、その方が楽だから、うん、下だし、うん、メロディーの方が高いから疲れるから俺ハモりますと、うん、感じるんですよ。それでもちゃんと歌える人少ないもんね。そうなんですよね。ありがとうございました。いやいや、はい、あれは一生過本にしていやいやとんでもないです。 YouTube にアップしてます。ありがとうございます今回はですね、じゃあ今回はね、いろいろ考えたんです、はい、アメリカ橋にしようか何にしようかと考えたんですけど、はいはい、それよりも、はい、やっぱりいろんな話をして、はいはい、で次回来るときに、はい、アメリカ橋か、ね、コスモス街道か歌おうかなと、そういうふうに思っておりますが、ありがとうございます。WBC ね、はい、すごかったですね。いやもう2日連続でね、なんかね見てるだけなんだけど見てても疲れましたね。逆転して勝つっていう ね、あんな風に、うん、あの作り上げてもできない、本当にね、本当にドラマ以上のドラマですね。素晴らしいですね。やっぱり侍ジャパンっていうだけあって、肉を切らせて骨を切るっていうね、そういう感じのね、素晴らしい。で、僕は小沢、あれ小沢じゃないや、
横浜高校なんで、はいはい、あの松坂君もね、あのずっと出てたし、ね、あの後輩でしょ。であとは、今回も出てた人も、はい、あの横浜高校出身なんで、ちょっと力が入りましたね、はい、まあ、だからまあもちろん今回ね、大谷君とかね、ダルビッシュさんとかね、はい、バリバリが来てるんで、まあ多分優勝は分かんないけど、まあ、いいとこまで行くだろうと思ってましたけど、あれだけこの楽しそうに野球やってる、うん、まあ、第1回第2回のジャパンの時はもう悲壮感があるでしょ。なんかもう勝たなきゃって、ね、そう、ね、負けたら日本に帰れないみたいな感じがあったけど、うん、あの感じ、今の感じがすごく見ててね、うん、いいかったですよ ね、いや本当に感動しましたよね。もうね、ずーっと終わった日の夜も同じリアルの放送になってたし、その間 の、 何、あのワイドショーもそうです、ね、僕は何十回見たからっていう、そ う、 です、ね、そういう感じで、本当に感動させていただきました、ね、感動させていただきましたといえば、はい、あずさんにも、ね、とても感動しましたよ。ありがとうございます。本当にちょっと話はさっき、ね、比べ物になりませんけど、ね、戻りますけど、ね、はい、でもそれで、はい、あの田口君は自分で配信して、そのね、そうですね、アピールして、はい、で営業に頼らずに、はい、自分で集客して、そうですね、自分で場所借りて、そうですね、やっていくという、そうですね、もうそれ全部自分で原点だよね。そういうことなんですよね。だって元々は自分一人だったんだから、うん、まあ、たまたまスタッフとかマネージャーがついて、ね、やってくれてるけど、それもいない時が普通じゃないですか、一人でやってる時は、うんうん、だからそれを、まあ、原点に本当に帰ったっていう、このコロナのおかげで、うん、ね、でもそれにしてもやっぱりファンがついてるからこそできる、まあ、今年そうですね、ありがたいですね、そういうファン、ね、それファンがさ、例えば5人ぐらいしかいない人だとしたら大変ですよ。あいつきはできないよね、5人の会場で毎回ね、本当に赤字ですよ、スタッフの方が多いだろみたいなね。本当にね、いやだ、本当に感謝してますよね、本当にね、まあ、でもそれは田口君のその人柄だったり人徳だったり、あの本当にこう気軽にね、本当は声をかけられないぐらいの47年目というね、いや、すごいですね。もうだってデビューが30だとしていくつなの？77ですよ、うん、30ないですよ、デビューは。あ、違うんだ。デビューは17歳です。あ、そっか、17歳ですよ。でもいい年ですよ、そうですね、64人、ね、なる、まあ、63だけど今ね、あっという間ですよ、ね、まあ、でも50周年ね、まあ、まあ、もうあと3年、あと3年だからね、うん、大丈夫ですよ。ということで今日は1曲目、はい、もう狩人といえばこの曲と、外せないこの1曲を聴いていただきたいと思います。あずさ2号、私は旅に出ます、あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった、春まだ咲い信濃路へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています、その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で
私は私はあなたから旅立ちます。あなたを待って私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはたっても「とても言えそうにありません」「こんな形で終わることしかできない私を許してください」「8時ちょうどのあずさ2号で私は私はあなたから」でも「とても言えそうにありません」「こんな形で終わることしかできない私を許してください」「8時ちょうどのあずさ2号で私は私はあなたから」ありがとうございます。はい、お聞きいただきました、あずさ2号、これは高道60という、はい、そうですね、アルバムの中の、はい、曲になりますが、作ったってことですね、歌ったところ。これってことは、はい、じゃあ60っていうことは、はい、もう十何年前かになるっていう、ね、いや3年前ですよ、今63ですから、まだ3年ですよ、お願いしますよ、兄貴とか兄貴もまだなってますよいやだからあのそう60還暦の時、ね、うん、60っていうか、そうですね、ね、はい、そうだその時に歌ったってやつですね、これは、はい、47年目っていうのが今あったんで、あ、そうかそうか、そうかそうか、60ってこと40そんなに昔だったのみたいな大変失礼をお借りいたしました。いえいえ、はい、今日は、ゲストに元カリウド、いや元じゃないです、現在シンボベット ING、 ING、 カリウド、はい、高道くんをお呼びしております、はい、まあ、本当にいろんなことをね、経験してきた、高道くんならではの、発想力といいますか、これがいいよね、ザ・スリー・ジージーズ、スリー・ジージーズね、まあね、あのこれは尾藤勲さんと、うん、フォーリーブスの織間正夫さんと、はい、私で3人でスリー・ジージーズって作りましたね。まあ知ってるね、あのお察しの通りジジイだからっていうことですか、はい、そうそうそうですよ、うん、だって尾藤さんがもう今年80でしょ、ああもう完璧なジジイですね、確かにね、もうリーダー長老だね、そうですね、で織本さんも今年70でしょ、うん、でもまあ今63歳、僕はヤングですよ、こんな感じでしたら、確かにね、若手ださ若手ですよ、またまた足元にも及ばないというねそうなんですよ、まあ、たまたまその夢コンサートで3人一緒にやっておりまして、うん、まあ、僕もともとは江木俊夫さんとかね、有崎さんとか、うん、明ちゃんとか、ね、
ですね、テイスト4っていうのやってたんですけど、うんまあ、テイスト4は一応しばらく今お休みになってるんで、うん、でまあ3人でちょっと面白いなと思って僕がちょっと誘ってみたんですけどね、うん、これねジージーズってね僕もね、はいはい、相方が一人いて、オランっていうのがいて、はい、もともとパープルシャドウズの後期のメンバーで、はいはい、で俺も GS だったんでじゃあちょっとジージーだからジージーズ作ろうよって。そうですよ、ね、俺はねビージーズの文字って、はい、GEE ジーズで、はい、でなんか YouTube にもちょこっとアップしたら、はい、ビージーズと間違えて、はい、視聴回数が増えてた、はい、いいじゃないですかそれもね。ちょっと ね、これが意外な落とし穴でした。僕はだから3ディグリーズに出したはい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 、そうあれを一応あれの形の 3GGs 3FUNKIES じゃないですよ 3DIGGLES の方ねそっちですよ本当にさ、はい、やっぱ頭の回転が早いよねいやいやいや回転禁止のいいですね三木勝彦ですよねただ知ってるかどうかね皆さん本当に覚えてますか。知らない人が多いよ ね、 的に ね、 ね僕よりだいぶ上ですからね先輩ですから。そうですそうです。でそれで、まあ、3GGs でどうですか、うん、って2人に声かけたら、うん、面白いんじゃないって言って、うんでじゃあせっかくだからちょっと CG 作りましょうよってそういうことになるよね。そうなんですよね。なんか組むとねせっかくだからやろうよってう記録としてねそうそうそうなんか残しておきたいなと思ってそう大事なこと、はい、それで、はい俺たちのシャイニングロード、はい、これは輝く道、まあ、これは僕が作ったんですけど、まあ、ハイロードじゃないんです違うんですねシャイニングロード、まあ、輝く道、うんまあ、それぞれの、うんまあ、ある歩んできた道、うん、この芸能の世界でそれをまあそれぞれ1コラス2コラス3コラスでちょこちょことソロの部分を入れて、はいはいはい、でサビは同じサビを繰り返して、まあ、分かりやすい曲を作ったんですよね、うんはいはいまあ、この俺たちのシャイニングロードこれがカラオケに入ってる入ってます、はい、入りましたこれ高道名義で入ってそうですね 3GGs で入ってるってことこれから入りますこれまだ入ってないあこれ夏ですごめんなさいこれ夏に入りますあそうです、はい、これからです今もう1曲作りまして、うん、それと一緒に3曲をまたレコーディングしたんですよでそれで入ります夏に今まだ入ってませんこれすごい、ねはい、そんな暇がよくあるねあまあそうですね暇でもあり、まあ、作ればありますよ時間はそうそう大丈夫ですでそれも全部、まあ、そのスタジオから、うん、アレンジャーから全部僕は全部打ち合わせして、うんはい、やりました。やっぱりできる人はできるんだよねそういうことは。まあそうですね、まあ、大谷君じゃないけど、うんね、やっぱりやれる人は後藤流でも、流でも、はい、後藤流でもね、はい、やれるんじゃないですか。確かにやる気があれば何でもできる。これですよ猪木さんか元気とねやる気これが大事ですよこれね。それで、はい、この俺たちのシャイニングロードは、はい高道君の作詞作曲なんですが、はいはい、僕ねこのアルバムだって CD を今見た時にカップリングのタイトルにちょっと惹かれたのよ。いいですね。今夜遅くなってもいいんだろう。そうですね。いいですね。もうスケコバシの歌タイトルだよね。そうですね。やっぱファンは喜んでますよね。だから今夜遅くなっていいんだろうって言っていいやーとか言ってもうおばさんが言ってますからね。おばさんが、ねええ、でももう眠くなるから早くねとか言って、うん、今夜遅くなっていいんだろうってこれちょっと聞いてみたいな。そうですね。これはそうですね、いつもアレンジやってる遠山さんっていうのと、うん、今作詞お願いしてる日向さんに2人作っていただいて、うん、僕はちょっとこういう曲ができないんですよ、うん、このポップスのアメリカンポップスっていうか、はいはい、ちょっと明るい感じの曲がちょっと明るいのね。そうなんですよ。僕はこういう狩人の、高道っていうとなんかこうねなんていうのかなバラードでさーっとなんかもう聴かせるっていう。そうですね。それが真骨頂だけど今夜遅くなっていいだろうはもっと明るい。そうですね。でもこうポップスっぽいアメリカンこんな感じです、ね、それできないんで僕頼んだんです。なるほど。わかりました、はい、じゃあ早速聴いていただきたいと思います。今夜遅くなっていいんだろう見つめ
た夢君に降らすよ。昨日の涙も忘れるように今日が僕たちのね、ありがとうございます。なんかちょっとジャニーズっぽくて、ね、ちょっと ね、 なんだろう ね、なんか軽い感じのね、軽い感じのね、うん、あんまりこういう曲なかったんでね、そうそう、はい、いい感じだと思いますよ、うん、ありがとうございます。これも3人の時は振りをつけて おじいさんが3人で踊っております。私が1人で歌う時は感想はサックス逆に吹いてるんですけど、サックスを吹いてます、はい、ホラじゃなくて、はい、ホラじゃなくてホラも吹きますけど、ホラも吹くけどね、サックスね、ソプラノ、これはソプラノサックスですね、はい、ソロでもやってるし、この 3GGs もやってるし、そうですね、カリウドもやるし、つい先日はね、はい、三好君も入ってね、三好さんとね、織物沢さんと3人、ね、演歌演歌演歌っていう演歌っぽい曲をずっと並べてったっていう、全部白いよね、ジャケットが来てね、よく存じですね、ありがとうございます、見てますね、ギター弾いてね、そうですね、そう、ギター僕しか弾けないもんですから、本当にはい、そうなんだ、はい、そうなんですよ、もう一人弾いてくれるとちょっと楽なんですけどね、はい、本当残念ながらあの二人は楽器はできません、はい、確かにね、はい、やんないほうがいいやん、ね、やんない、そうですか、まあ、できないならそりゃそうですねだってやっけつけばみたいにさ、こうね、教えてできるんじゃないですね、そうですね、まあでも半年ぐらいあれば、まあ、1曲ぐらい弾けますよ、やる気になる、ね、やる気がある、もちろんだからさっきの話じゃないけどやる気があればね、だと思うんですよ、ギターの1曲ぐらいだったら弾けます、ピアノそうですけど ね、ピアノなんてさ別に5本の指じゃなくたってさ、はい、まあ、そうコードだけでも ね、 そうですね、右はドンドンドン、ね、ドミソやってさ、左はドとドのオクターブで ね、 でねやるとか ね、 そうですね、できればね、そういう感じ、私はやりましたね、僕もそういうピアノもね、
かんないよね。かっこいいんだよねピアノに向かってる人がさ、なんかかっこいいですよね。かっこよく見えるね、見えますね。ギターより全然かっこいいですねピアノ。ギターよりも全然ピアノがなんかちょっと知的な感じがする。そう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 。バイオリンもね。そうそうそう。あれいいよね。バイオリンはそうだね。なんかねお金持ちだしね。らしいなって感じするよね。なんか感覚がね。でも博士太郎さんの家は、はい、そんなにお金持ちじゃなくて団地に住んでたの。そうなんです、ね、そうそう。だから子供の頃からそんなに、ね、あの大金持ちの子じゃなくて、はい、団地の子で、はい、それでバイオリンやりたいって言ったら、はい、お父さんとおばさんが、まあ、どっかからこうちっちゃいのを用意してくれて、それからやり始めて、で今はね、すごいですね。まあ、まあ才能ですよね、やっぱり、ね、やる気とね、やる気、勇気、元気。聞いたことあるんですね。あの人どこ行ったんだろう、ね。いやいや、元気じゃないですか。走ってるでしょ。走ってる今日も大丈夫です。さあ、そうそうそう、はい、そういうことで、夢コンサートも、はい、まあ徐々にね、そうですね、5月ぐらいから沖縄が始まりまして、うん、まあ、ほらあのコロナでキャンセルっていうか延期になった、うんうんうん、ね、歌手が何箇所かある、はい、それを宮古島ってそうだったんですけど、うんうん、まあ、宮古島の皆さんまだ待ってて、うん、早く来てくれと、キャンセルは誰もいないんだと、キャンセルしていいですよって言っても、うん、いや次来る時にそのまま行ってみますから、いや嬉しいですねやっぱり。宮古島ってさ、ね、あったかいね。あったかいよね。僕もね一回だけあのロスインディオスと一緒に行ったことがあって、はいはい、もうね芸能人がこの島に来るのは、はい、美空ひばりさん以来の出来事とかつって、はいはい、まあ、NHK がこうやってハンディで、はい、あの飛行場のさタラップ降りるところからずっとこう中継、すごいですね。すごいでしょ。ビートルズ並みですよそれも。で最初に俺が出てったもんからさ、はいはい、俺をずっと撮ってんだいやいや俺じゃなくて後ろ後ろと分かんなかったよ。メンバーがあんまり分かんなかった。分かんなかった。そう、ね、種やんぐらいしか分かんなかった。いやでもあったかい人たちでね、もちろん場所もあったかいんだけど、うん、素晴らしいところですよね。本当にすごいよね、はい、そういう、まあ、夢婚があって、はい、でも本当に忙しいんだろうなと思いながら、まあ、お酒も飲まないんだからね。お酒そうなんですよ、飲まないから、まあ、続きますね体がね。そうだよね、うん、だと思いますよ。酒飲んでたらどうなっちゃうんだろうね。そう、まあ別に飲みたくないからね、あの好きで美味しいと思えば飲むんですけど、うん、まあ、くないものをね飲む必要もないからっていうことがあるんですよね、まあ、たまたま。特技は何だろう。別にこれといって特技はゴルフや、ゴルフやるのさ特技じゃない。いや特技ではないです、別に趣味ですね、うん、趣味はね、そう、そういう。あと趣味は何。ゴルフと、ゴルフとか、まあ、競馬とか。競馬、はい、麻雀も久しくやってないですけど、うん、はい、そんなもん、まあまあ、普通の釣りとかやんないの。釣りはもうじっとしてられませんから、性格的にあんなじっとして待ってられません魚は。いやそれ逆らしいの、ね、よ逆説。いや聞くんですけど、なんかもう俺もそんな嫌でもう待ってられないとかって、はい、そういう人の方がね、はい、当たるんだって。やったことあるんですか。ない、ないでしょ、うん、だからやろうという気が起きないじゃん、まず、うん、確かにそうでしょ。いやでも教えてくれるんだったらやってみたいなと思うよね。いやだから本当に暇で、うん、何もなくて、それ釣り堀のイメージでしょ。そう、ね、いやもうこう海原でしょ、あの梅宮さんが釣ってたようなやつ、ああいうのやってみたいね、まあまあ、そうなのね。ああいうなら海原に向かってね船でね。そうそうそう、まあ、確かにそうですけど ね釣らなくてもなんか良さそうじゃん、そのまあなんか青木功さんが釣りが好きならしいんですけど、青木さんはやっぱり自分で短期だ、うん、で短期のやつの方がそう釣りは向いてるって言うんだけど、ちょっとねそれもなんかどうかなってね。そこまで行くまでが大変、我々はね、そこまで腰、重い腰を上げるのが。確かに、はい、あの江戸山口さんっていうさ、はいはいはい、知ってます。江戸さんはもうプロだみたいですね。ね、この人は気はどうなんですか。短いんですかね。気は結構短いかもよ。そんなの見えないですけど、ね、うん、あ、そうですか、うん、あのあんまり怒ったことを見たことはないけど、すごいね電話好きっていうかね。いやそうなんです。電話一回すると30分ぐらい喋ってる。お願いしますよ、男女じゃないんだから。本当だね、すごいです。切ろう切ろうかなと思ってもなかなか切って、いや、いますよね電話長い人もういいんじゃねっていうの、またあそれでさあって、あれ困りますよ。そういえばさみたいなね。いや本当困りますね。途中長い人あの聞いてませんもん、うん、受話器を向こうにやってこう疲れちゃって、たまにいますね本当に終わんない人はね。そういう時の一番いい方法知ってる。お願いします。切る時、はい、あキャッチ入っちゃいました。それでなかなか今ねタイミングで言いづらい時あるんですよ、ね、はい、ね、それこれからちょっと考えますよ、うん、あすみません、キャッチ入った。それでも話すといいでしょ。いないでしょ。そうですね、じゃあそれ終わったらまた電話したって言いませんか。いない。あそうですね、じゃあ大丈夫ですよね、うん、いやそれやられると困っちゃうんですよね。いやしつこく
かけてくる人いるよね。いいよね、出なくてもね。いやすごいですね。1時間に20回ぐらい入ってる着信履歴。それ男でですか。男で。嫌われますよその人。いろいろありますよね。まあ、いろいろね諸事情があるでしょうけど。ということで、はい、夢コンサートで、はい、まあ、いろんな方が、ね、出演されていた中で、はいはい、やっぱり一番の星といえばやっぱり秀樹かな。西城秀樹さん。そうですね、ね、あの同窓会コンサートからずっと一緒でしたから、うん、まあ、やっぱり僕なんかはやっぱり中学ぐらいからね、やっぱ歌手になりたいというのは、まあ、憧れじゃないですか。慎吾さんに、西城さん、野口さん、郷さんね、うん、その西城さんと最後のね、ところステージを全国回れたっていうのは本当に宝ですね、うん、本当に、ね、はい、僕もね一回あのホテル展望っていうのが伊香保にあって、はい、そこでディナーショーやってもらったことがあって、はい、その頃はね秀樹がね旅館ホテルの仕事はしないって言ってたの。あ、まあそうね、シティホテルしかやらないイメージがね、そう、はいはい、言ってたの、はい、だけどもともとはテレ朝の象印スターものなレガシーやってたんで、はい、その縁があってっていうことでちょっとお願いしに行ったら、いいんじゃない やろうよ、あ、そうです言ってくれて、ね、全国になった初のディナーショーがいかほもそれはね盛大だったでしょう。すごかった、ね、そうだったあっという間ですよ。即日完売ですよ。そうでしょう。僕でも見に行きたいですよ。来るもんね、行けもう行けるもんね。残念ね、残念ですよね。そうそう、次の日ゴルフやったんですよ。あ、そうですか。もう嫌いでさ、僕嫌なんだけど、まあ、ゴルフやろうよって。じゃあやるって前の晩も結構深酒飲んでたん。飲むからね。もう明日早いからもう寝ようって言って案の定起きてこないよ。ああ、そうそうそう、ね、でもマネージャーが早く起こしに行けよ、はい、でも月見でバーッと走って今起こしてきました、今降りてきますよ、こんな髪の毛こんなになっちゃっててうぇーすこれで一番のショット、すんごいショット、目が覚めるようになって、そうですか、これで目が覚めたんだなと思うぐらいの恐ろしいよ。でしかもそのファンの子がティーグランドのところは来れないんだけど、来れないけど見えるところからさ応援してるわけよ。すごいですね。そうパッと見た時にさ、これだけの人が見てんだ、でこうパッて来たら俺はさトップだったんだすごいねそれも。いやだなと思いながら、力まないように力まないようにと思って思いっきり力んで、あ、そうですか、どうダフったんですか。ダフんなかったけどちょろって言って、あ、あ、ダフったに近いよねそれはね。いやそれでも、やっぱ秀樹さん大丈夫大丈夫って本当に秀樹を確かやっぱり逆に見てたからですよ、ね、あの人はね、すごいスターはすごいわ、すごいですね。ということで今日の3曲目は、はい、秀樹の、はい、この曲「ブルースカイブルー」をね、あのさっきのアルバムですね、はい、そうですね、高道60、はい、の中に入ってるので、はい、これをちょっと聴いてみようかなと思って選びました、はい、道でブルースカイブルー、はい、あの人の指に絡んでいたゴールドの指輪を引き抜き、この僕と共に歩いてと無茶を言ったあの日、恐れなどまるで感じないで、激しさが愛と信じた、立ち止まることも許さずに傷をつけたあの日、振り向けばあの時の目に旅だ。
女で人を泣かせるなと大人から頬を打たれた。あの人も遠く連れ去られ、愛が消えたあの日。少しだけ大きな雪、もう過去と言える恋の日々を青空が連れてきた。もう いただきました、ブルースカイブルー。今日のゲストは、カリウドの高道くんです。はい、どうもお願いします。お願いします、はい、ラストのコーナーでございます、ね、はい、あっという間ですよね。はいですね、あっという間ですね、うん、という感じでですね、はい、まあ川越はよく来るよね。あまあ本当に夢コンサートでも来るしね。年に1回は大体来ますよね、うん、よくとは言わないね。まあ、でもまあ年に1回ぐらいじゃないですか。あ、そう。そう。でも年に1回行くとこなかなかないですよ。そう、日本全国が広いですから、まあ、大阪とかね、あの辺はしょっちゅう行きますけど、うん、あの古い町並みを見たことない。いや、あります、もちろんあります。あ、ある。でも文字もすごく綺麗ですよ。僕も大好きですよ。あ、はい、時間あるときは行きますよ、結構。この前来たときもだから帰り寄って行きました。あ、本当。この前も確かね、この前はあの天気が悪かったんですよ、うんうん、熊谷、はい、ちょっと、うん、天気悪かった。そうだね、夢コンっていうのは昔は昼夜同じとこだったけど、最近ね移動だからね、昼夜入れ替えでね、これね結構みんな大変でしょって言うんですけど、うん、まあ大変は大変なんですけど、逆に同じとこでずっといるとね、うん、暇で、今もう体がそうなっちゃって、確かにね、歌ったら移動するっていう体になってるでしょ、うんうんうん、だから逆に面白いなと。未だにあのバス、大型バスで移動してる。今はもう違います。今も個人地方に行った時は、うん、あ、まあ、東京から近郊のとこは自分の車で行きますけど、うんうん、地方行った時はあのレンタカーですよ。だから逆にマネージャーが運転するか、うん、マネージャーがいない時は僕が運転するか、うん、だからほとんど僕運転手になってますよ、地方行った時は。その分ギャラは上がりません。上がりません。何一つ変わりません。本当にお願いします、石田さん、ね、本当に石田社長、ね、だと思いますって言ってる場合じゃないですよ本当にCD、DVD でございます言ってる場合じゃないですよ。だからさ、はい、あのゆりちゃんに言ってもらえば、社長高見さんの
ギャラ少し上げてください。ゆりちゃんはね安くしてしか言えないからダメなんですよ。安くなっちゃうからうまい。そうそうダメなの。いやいや確かにそう、そうなんですよ。もう少し安くなりませんか。そうそうどんどん安くなっちゃうからもう言わなくていいっつって本当にね頭のキレがすごいね。いやそんなことないですよ。いやいやいや、でもあの何にも考えなくてもさ、こうやっていろんなことが喋れるっていうのは、はい、やっぱり天性のもんだよね。どうなんですかね、まあ、考えたことないですけどね。俺も考えたことない。そうでしょ、全然みんなそうじゃないですか、うん、だから天性のもんだよ。いや、まあ、そうですよね。だけど喋りっていうのはまあ難しいでしょう、すごく現代特に変なこと喋ったりするに、まあ、まあ確かにね、昔みたいな生放送じゃないからまだ ね、 まだね、うん、できますけどカットできるかもしれない生でね。昔みたいだったまだ許される時代だったでしょ、昔昭和の時代は、うん、まあね、いやでも昔より今の方が、まあ、要はさ例えば公共の電波とはいえ、はいはいはい、NHK さんだったり、まあ、民放5社、はい、とかは結構厳しいと思うけど、はい、割とラジオってそこまで規制厳しくないね。まあまあそうですね。そう、もちろん言っちゃいけないで3文字ありますよ、そうそう4文字ありますよ。昔はでもほらまだそういうの薄かったでしょ、うん、だから黒沢敏夫さんも一緒にね夢コンサート出てるけど、うん、あのほら俳優が車乗るときに今いちいちシートベルトしてね、うん、犯人追っかけるのはそんな追っかけられないんだろうと、うん、その喋りで言うんですけど、うん、昔はパッと乗ってすぐね、うん、追っかけれてあれが絵でいいかったのに、うん、今時代がいろんな今時代が厳しいっていうこと言う、うん、まあそうだなと思いながらね。確かにね、はい、今本当こんなシートベルトしてから出発するんですよ。その辺で犯人が逃げちゃうってね。それで黒沢さんが言うわけですよ。まあ、その通りだなと思って、ね、今の現代はその時代になってるっていうこと。敏夫さん元気なんですか。元気ですよ。あ、そう。黒沢さんももう79ですからね、うん、若いですよね、あの人たちはすごいですね、本当に。今では何、あの夢の中では長老は、長老だから尾藤さんと黒沢さんが同じ年、ね、うん、ですね。でその後が70超えた人はゴロゴロいますけどねだから飯敏夫さんも70でしょ、71今年、うん、堀本さんも70になりますよ、うん、安倍静江さんも70でしょ、うん、ロザンナマも73になるでしょ、うん、福岡もそうでしょ、うん、もうみんな70がいっぱいあるんですよ、そうだね、みんな元気って若いですよね。でも、ね、僕は63で若い方ですから、すごいメンバーですよ。あとは新谷くんがちょっと若いか。いや新谷さんはまあちょっと見た目小さいからね若く見えるけど、兄貴と一緒に67になります今年。あ、そうなの。はい、で明ちゃんは62なのかな。明ちゃんは若いですけどね。新谷くんってその年なんだ。昭和31年生まれですから、はい、ちっちゃいからね。なんなの見た目がね、なんか可愛らしいから、そうそう、みんなイメージがね。声も変わんないもんね。そうですねってこういう感じでしょ。そうそうそう、ダベやりめこういう感じですからね。この間もそういえばモノマネやってもらったね。そうですね、やりました、思い出しました。やったやった。あ、そうそうそう、やったやった。あの秀樹のこのブルースカイブルーも、はいはい、そうだけど1曲目はローラ。そうですね、傷だらけのローラ、ね、そうですね。これも好きな歌っていうか、この60という60の、はい、メモリアルアルバムというのは、はい、傷だけのローラ、コスモス街道、それからこの歌万越再生ですか。これも狩人の曲ですね。万越再生。あ、これ狩人の曲。狩人。コスモス街道万越再生。そうですね。狩人の曲です、はい。どこにあるの？これは福島です。福島県。福島から越後に新潟に行く。あ、やっぱり越後行くんだ。そうですそうです。狩人といえば越後。越後っていうかあっちですよ。新潟です。新潟に行く。ね、あとね、サムライ人。はい。それはもうオリジナルですね。あとは感謝とありがとう。アンスのアメリカ橋。確かに、はい、そうですね。入ってる。はい、このアルバムはすごくあの 音圧もあっていいよね。ああ、そうですか、うん、ありがとうございます。いいですね、はい、確かに素晴らしい曲ばっかりよ。これだから多分また70、まあ、坂道70、まあ、そうですね、自分で古希ですから ね、はい、なったら、うん、作りたいですね、それをね、はい、作ってください。もう少しですね、はい、ということで、今度の曲はですね、はい、マイドーターという、そうですね、我が娘でございますね。娘いるの？いないです。いますいない、まあ、だから割とこの歌はやっぱりその僕ら、うん、まあ僕らはもう
下手したら、お孫さんのいる世代じゃないですか、うん、そうね、ちょっと若い人たち、この前だから織間正夫さんに聞いてもらったら、いや、ゆうただって、ちょっと涙しましたよ、ジーンとしておりました。嘘泣きじゃなくて、ね、違いますよ、これ鬼の目に涙って言うんですよ、鬼物目に涙して、失礼しました、いや失礼しました、鬼物目に涙いやだから結構ね、そういうおじさんたち人気がありますね、うん、この曲は、はい、まあ、娘とかさ、息子っていうのはあんまり別にそんな大したことないけど、ね、娘とか孫とかっていうのは、はい、なんかみんなジーンとくるんだよ、ね、なんかね、やっぱりだから僕らもお父さんっていうよりお母さんってやっぱジーンとするじゃない、うん、そういうことだ、ね、なんかね、やっぱマザコンじゃないけど、うん、それと一緒のことが親父っていうのはなんか ね、 なんかねちっともこう、まあ、感謝されないよねそう、まあそれはそれでまあいいと思うんですけど、やっぱ親父とお袋っていうのはお袋には苦労かけないたくないとかね、やっぱそういうの言うじゃないですか、うん、ね、いやどうなのお袋、お袋さんと親父さんもだいぶ前に、ね、亡くなってたんで、やっぱり親孝行できたからいいじゃん、まあ一応ね、まあ、もうちょっとしてあげたいなと思いましたけどね、もう紅白もね、そうですね、何回も出てる時だろうから、そう、まあ、そうですね、まあ、お袋がね、お袋さんは喜んだと思うよ、紅白も出てほしいっていう願いでしたからね、実家に帰ると山のように色紙があったでしょ、いや、その時は実家にいなかったんです、もうあの東京一緒に出てきちゃった、あ、そうか、そうか、そうなんですよ、よく話聞くよ ね、 そうですね、実家に帰ると山のように色紙があっ て、 まあまあ、ね、っていればね、確かに、そうなんだ、マイドーター、まあ、ドーターっていうのは何、まあ、娘、娘っていう意味、そうです ね、 そうですね、はい、何語、英語、まあ、英語ですね、ドーター、英語です、ドーターって知らなかったな、ドクターじゃないですよ、ドクターじゃないね、ドーターとも知らない、ドーターとも知らないね、ドーターですからね、ウィアーターとも違うしねそういろいろあるけどね違うんですよ、わ、はい、かりました、じゃあ聞いていただこうと思います、はい、高道でマイドーター「パパが一番好きと」「首にしがみついた子が」「結婚したいと涙を流し」「君を連れてきた」「早く大きく」なれよなんて言わなきゃよかったな、ゆっくりそばにいていいよって言えばよかったかな、頼む頼む君に託す僕よりくれ、宝物なんだこの笑顔、あの子が選んだ君なら、あの子の弾む声にうなずき微笑みながら胸がちくりと痛む、
帰りが遅い夜は君が送ってきたろう。扉閉まるまで見守る君を見てたよ。僕もね、ずいぶん優しい顔になったな。そんな目をするんだな。見ていたらわかる。誰よりも幸せなんだな。頼む頼む君に託す。あの子を役目を君に託すよ。君に。聞いただきました、高道でマイドーター。ありがとうございます。あ、本当にやっぱりこうちょっと切なくなる、まあ、そうです ね娘いないけど、まあそうですね、娘を持ったらこんな気持ちになるのかなっていう、うんうん、やっぱりね娘って作っとけば、はい、作っとけばってそういうなんかできできね授かり物だからそういうなんか言葉表現良くないけど、はいはい、娘がいたらよかったのかなとかと思う時がたまにある。なんか言いますね。あと、うん、年取ってからやっぱり面倒を見てくれるのはそう娘だっていう、みたいな、ね、確かにその通りだと思うんですね。男はほら出てっちゃうからね、ですね。で自分で城を作るわけだから、ね、それはそれでいいんだけど、はい、やっぱり女の子だとなんかすごく、うん、いいなって、うん、ないか特にね、ないか、そうだね、もう今更作れないしねいやいや養子でももらうしかないよね。さっき言ってたゴルフだなんだかんだの趣味は趣味として、はいはい、最近なんか失敗したことは失敗したことありますか？あんまりね僕は失敗はないんですよ。きれいって申し訳ないですけど、面白くないんですけどね。でも失敗してるんだろうけど後でも、あ、そうだったってのある。それ忘れちゃうの、うん、すぐに、うん、僕そう悪いこととかすぐ忘れるタイプなんで、うん、いいんじゃない。そうなんですよ、うん、だからあの時こうだったよねって言うと、あ、そういえばそのことだったなっていうのはよくあるんです、うん、その出来事自体も忘れてるんですよ、うん。健忘症、まあ、それに近いですね。いや本当なんか忘れちゃうんだよね、うん、いや健忘症っていう人もねもちろん世の中にいるから、はい、そんなにあの悪い言葉で使ったわけじゃないんだけど、だから認知とまたほら、うん、ボケとまた違うじゃないですか。あ、そう、俺もね、ね、最近ボケたかなと思うんだけど、いやだからボケはみんなあるんですよ。ボケじゃないらしい。いやでもいいんですよ。そうだからボケっていうか、うん、一生ボタンしちゃうんだけど、うん、それは別に気にする必要ないと思うわけです僕も。だから歌詞も最近やっぱりよく忘れますよ。最近歌詞は忘れるね。でしょ。で、あの歌詞カードを見るようになって逆に忘れますよ。あれ本当に良くないですよね。あのさ、松山千春さんって自分で曲書いてシンガーソングライターだよね。あの人って自分で詞見ないと歌えない。もう佐田雅也さんもそうですよね。どっちかっていうと、ね、でシンガーソングライターってそうみたいなね。あのよしさんもそうですね。よしさんもそうだね。はい、この前イメージ座見に行きました。やっぱり見てましたね、広いところで、うん、いや逆に言うと僕も曲作るから、うん、自分の曲なんで、うん、まあ、あの変な意味じゃなくてこう軽い気持ちなんで、うん、あの覚えないというのはあるんですよ、うん、ただこれ人の曲に作ってもらった曲はやっぱり間違えちゃいけないと思うんで、うん、ほとんど間違えないですよね、うん、逆に人間自分の曲はね、はい、自分の曲は、まあ、なんか忘れちゃったりするんですよ僕も。適当だっていうわけじゃなくても、ね、その日にあったこととかでもライブなんだからっていう感覚で言えば、はいはいはい、
同じ曲でも、はい、その日のあれによって気分によってこのとこはこう変えてもいいんじゃないのっていう、ね、人もいるからね。そうなんですよ。それがやっぱりいいんじゃないっていうライブだね。だから、まあ、逆にこう間違えたりするとライブだからお客さんもだから喜ぶんですよ、うん、クスクス笑って、ね、だから間違えた、だから本当わざとだって言うんですけど本当忘れてもねこれショーの構成上こうしましたとかね、そういう時もありますね。あるよね。でも一回だから袖引っ込んじゃう人もいるもんね。あ、そうですね。結構なんかもう嘘泣きみたくさ感極まってそのちょっとやりすぎですけどねだからそのさっきの 3G なんか、うん、尾藤さんと段取り決めとくじゃないですか、うん、で本番になるとやっぱり段取り忘れるときある、うん、で次にどんな歌だったかなっていうのがあるわけ、うん、でこの前あの洋楽をほらほとんど中心にやるんで、はい、3人の場合は、はい、曲を2曲目と3曲目がごちゃごちゃになっちゃって、ああ、はい、僕らは2曲目で覚えてたんだけど3曲目の歌を歌い出したりね、うん、ああ、そういうのもやっぱ面白いですよ、ね、ライブの中で。ああ、急にこれ日本語の歌なのに次の曲が英語なんだけど英語で歌い出したり、ああだからそれもまた面白いなと思いながら尾藤さんだとほらふざけてんのかなっていうか、ああ、まあ、わざとやったのかなというふうに、ああ、まあね、それもまたライブの良さだね。まあそれもなんかある人の良さですね。そうですね、そうですね、確かに。という世界の中で生きていくって面白いこといっぱいあるよね。そうですね、うん、でもやっぱりいろんなことがないとほらもう教科書通り歌うともつまんないじゃないですか、まあねね、やっぱりあのアレンジを変えたりするのはやっぱりお客さんもそれ覚えてるから、うん、僕らほら若い時ってやっぱりこの曲じゃなくてアレンジ変えたりみんなするんですよ、うんうん、もう飽きてるから、ね、悪いけど、そうじゃなくてこういうの歌いたいとか、うん、だけど結局今こう年取ってくると、うん、原点に戻るわけです、うん、やっぱりこれはちゃんとねアレンジをしてあげなきゃいけないと、歌もなるべく崩さないで歌おうっていう風にやっと分かってくるわけ、うん、で若いやっぱ30ぐらいの時はわざと崩したりね、やっぱそういう風に歌いたいなっていう時期をありますよね。確かにね、うん、そうなんだよ。それはだから、まあ、ファンはさ、はい、20代の頃の、はい、高道君知ってるわけで、はい、そこからずっと同じ歌をずっと聴いてるわけじゃない、はい、毎日いる一緒にいるわけじゃないから CD を聴いてね、レコード聴いてずっとそのイメージできて、何十年かぶりに例えばライブを見たりショーを見たりとかした時に、はい、え、こんな歌い方じゃないのに、そうだ、ね、っていう風にちょっとがっかりする人も。そうなんです。僕もだから人のショーを見に行った時にそう思ったわけです、うん、ああ、ちゃんと歌ってほしいなっていう、だからそれから気をつけました。なるほど、はい、ということで、とても向上心のある63です、はい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 、ということで今日は、はい、高道くんに、はい、遊びに来ていただきました。ありがとうございました。またお願いします。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。この番組は居酒屋一木の提供でお送りしました。
ラジオ川越 88.7